今回の M&A の発表にいた時もですよ。三浦さんの SNS の投稿ですよ。バンドの話してんなって、音楽の話してるじゃないですか。僕らに足りないのは低音だよねっていう話で、そこの皆さんの助けを借りながら、我々を通してリユース企業に提供できる価値というのは、これはもう足し算じゃなくて掛け算だなって言ったところがありましたと。入り時。それではこれです。さあ本日は久々のご登場ですね、ブラムスの三浦社長にお越しいただきました。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今話題ですね、 M&A おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございますがなんかしっくりくるようで来ない。上場企業キャスター社への売却、当然これからもいろんなことをトライされてるってことでしょうけど、売る時で月に100万円以上の利益が出てる買取店が増えてきてます。今なら買取集客の成功と失敗の事例集を無料でプレゼント、詳しくはコメント欄から。三浦さんのことはね、ご存知の方も多いと思いますし、このチャンネルでも以前出ていただいたので、説明不要かもしれませんが、簡単に言うと、捧げ代行の会社ですかね。まあ、EC の出品をご支援させていただきつつ、もともとは開発者だらけで作った会社ですので、SaaS の提供なんかはしてますけれども、それにとどまらず、リユース企業向けにシステムの自宅開発ですとか、オンライン、オフライン問わず、いろいろなサービスを提供しているっていう形ですね。御社サービスだと、あとは、知名度があるのは全フォトマティックですか。そうですね。みんなに知っていただいているのは全フォトマティックかなと思います。売り時のお客様の中でもですね、結構御社サービス使ってるっていうあのお客様結構いらっしゃるんで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですが、そんな御社がなんで M&A そういうタイプだったっけ三浦さんみたいな、売り時キャスターになぜ売ったのかっていうところも当然聞きたいんですが、その前になんで今回売ろうと思ったんですかっていう話ちょっと聞かせてもらってもいいですか。ブラムス自体はもともと物販企業ですね、リユースではないんですが、一次流通のモード系のいろんなね、高いヨーロッパの洋服なんかを取り扱ってる代理店の社内 SE だったんですよ。それがリーマンショック後ぐらいに e コマースで独立し、そのまま自分で EC をやっていたけれども少人数でなんとかうまく回せないかなっていったことで、まあもともと持ち屋持ち屋で自分がシステムを書いてそれを提供する側になりましたという、そんな会社なんですけども、まあ私が一人で始めつついろんな開発者がどんどん参画してくる中で、どうしてもその開発ドリブンというか非常にシステムエンジニア前とした文化でここまで来たわけなんですね。私と株を分けてですね、一緒に経営していた、まあ、ニュージーランド人なんですけど、2人ともやっぱり開発者でなので、売上のトップラインをガンガン伸ばして大きくするぞっていうモチベーションはなかった。まあ、ありがたいことに、ゼンフォトマティックもリリースして早々に、ゾゾタンさんですとか、まあ、楽天さんですとか、そういった大手に使っていただけたっていうことで、変な言い方ですけど、食うには困らなかったわけです。SaaS なので、システムが動いて稼いでくれますから、それで幸せだったんですよね。新しい機能を開発して、使っていただけて、使った人の事業が伸びて、それでいいじゃないかといったところから、だん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 やっぱり人も増えていく中で、増えていった人も日本人ではなく、多くが外国人なんですけど、目線としては、良くも悪くも何人であろうが、日本だけを見てないんですよね、みんな。その中で、経営として私や相方の目線だけでいいのかといったことについても、特にこの数年は悩みの一つでした。そこに来てやはりあのリユース事業者さんが多く顧客としていらっしゃいますので、いろんなお話いろんな相談も来るんですけど、相談内容自体がまあ一言で言うと荒いで、よく言うとちゃんと紐解かないといけない営業側とシステム側でよくあるコミュニケーションのズレなんですけど、そこをこう細分化していって、こういうことですよねこういうことですよねって具体化していって言語化していって、それにはどんなソリューションが必要でどうやって解決しましょうかっていう話を、私はここまで社会人人生でやってきたことってそれだったんですよ。ということはトップとして今必要なのは、一本ネジの飛んだちょっとぶっ飛んだおかしいやつでものすごく大きなことを言うんだが、その荒いことを言語化し、実際にそれが事業であるのか何らかのフローに落とし込んでいった時にできる世界観って僕らでは作れないよなと。逆に僕らはそれを紐解いていってブリッジになり通訳をし具現化するということに強みを持っているんだなっていうことは特にこの最近気づきました。ここにキャスターの今現社長の中川との出会いがあって、この人だなっていうところが一つ。経営者として私もそれは感じることはあって、それって思考で言うと発散と収束、これは同時には行えないので、必ず発散してる時はアイディアどんどん出すし、収束はまあそれを具現化していって固めていって、で実行フェーズというところまでも落とし込んでいってロードマップ敷いてみたいな話じゃないですか。それってある意味リーダーシップとマネジメントっていうところのスキルの違いでもあるわけですよね。やっぱ発散っていうところで、じゃあこういう未来作っていくんだとってぶっ飛んだアイディアが必要で、これはリーダーシップスキルなわけですよ。だけどそれを現実的に落とし込んでいくっていうのが、まあ収束の能力でマネジメント能力だと。じゃあ創業社長に求められているものは何ですかというと、リーダーシップスキルで発散能力なんですよね。とはいえあのマネジメント能力も起業家から経営者になるためにはマネジメント能力も求められていきますよっていう話がよくある話かなとは思っていますと。三浦さんはまず自分はどちらかというと収束能力に長けているんじゃないかと、発散能力が自分にはまだ足りないんじゃないのかと。能力というか楽しいと思うかどうかっていったところ、作ることに、まあ、私もチームも喜びを感じるっていうこと、具現化することっていったところ、だから好きこそものの上手なれでそうなるよねっていう話かなと。三浦さんは明らかにクリエイターですからね、話せば話すほどクリエイターだと思いますよ本当に。入り時
今回の M&A の発表にいた時もですよ、三浦さんの SNS の投稿ですよ、これ最初何言ってんだろうと思ったんですよね。バンドの話してんなって、音楽の話してるじゃないですか、これどういうことと思って読んでって、あ、売るってことねって途中で気づいて、最初マジで何言ってんだろうこの人と思いましたよ。 M&A でね、まあ売っていく会社の社長さんとか、まあいろんな重要な発表見てきましたよ。こんなね素敵でかっこいい MA 発表私初めて見ましたね。でも実際に今ちょっとあの序盤かっこよく言いましたけど、私も相方ニュージーランド人なんですけど、もともとバンドメンバーなんですよ。グラムスを起業してちょっとしたぐらいまでは、まあ彼と一緒にバンドをやってまして、ただまあその当時に彼の日本でのビザがワーキングホリデーだったんですよね。まあその相方のビザが切れるっていう話で、うわっしたらいいんだと。その当時個人事業主だったので、じゃあこれ法人なりにして、その相方もエンジニアですと、これビザ取れるんじゃないかっていうので始めて、たまたまバンドで曲を一緒に作ってたのがサービスを一緒に作るっていうのが変わっただけで、バンドの運営と変わらなかったんです。でそこに来てキャスターの中川はですね、もともとベーシストでもあって、僕らに足りないのは低音だよねっていう話で、低音を敷きながらバンドのマスターとして大きなバンドの方向性を決めていくという点で、彼は良くも悪くも僕らが足りないぶっ飛びさっていうのを持ってまして、ビジョンがでかい、ビジョンでかいやつならなんぼでもおるんですけど、とにかく勉強していて具体的なんですよ。ただ彼の本意や本質をいかに理解するかというのは同じ言語が必要であるし、これはちょっと自分たちをよく言い過ぎかもしれないけど、そこ僕ら理解できるかもしれないなっていうことと、あとは彼が実際にこれまでやってきたキャスターという会社のリソースを買収された側ですけれども、アセットを買うという意味合いでもジョインを決めた一つの大きな理由にはなりますか。ジョインをすることによってアセットが共有されるわけですからね。まあ、私はキャスターの中川さんとは面識はないんですが、聞くところによると、もともと古着屋さんなんかもやられてたなんて。だからこそ我々の捧げなんていうめちゃくちゃ人気なことがピンとすぐに来た、肌感が分かるってことですよね。御社のサービスのね、転職を考えている方、一緒にリユース業界を盛り上げませんか。売り時では全ポジション積極的に採用しております。詳しくは概要欄から。ただやっぱり気になると思うんですよ、キャスターってリモートワークの BPO サービスをやってる会社ですよね。全フォトしかり、捧げ代行、どういう事業シナジーがあるのってパッと見わかんないですよね。ここに関しては結構明確で、実は我々今リユース向けのシステムを作って販売をさせていただいたり、受託開発をさせていただいたり、または出品作業自体を受けたりとかをしてますと、そうするとですね、これに付随するご依頼っていうのをお問い合わせをいただくんですね。例えば具体的なところでいくと、捧げ業務、写真を撮影して採寸して原稿を書いてテキスト作ってって言ったところで作業を請け負います、で終わったら商品返しますだったわけなんです。これがそのまま商品を置いてもらって、そのまま預かってもらって、そのまま出荷までできないか、つまりロジスティックスのところまで面倒見てくれないかっていうご依頼がありました。でこれについては今現在できてます。ロジスティックスの代行 もリユースに限りさせていただいてるところなんですね。というのも、あのリユース専門のロジってないので、それ以外にもいろんなご要望がある中で、やっぱり我々だけではまあリソースが足りないし、まあ、アセットもないし、固定費抱えてやるっていう意味においては、これまで私出資を受けてっていうことをせずに完全にオーナー企業だったんで、正直私のこう経営者としてのこの機能が座ってないかもしれないですけど、なかなか大きく固定費を作って依頼を待ち受けするというところに踏み切れなかった。ここにおいてキャスターはリモートではありながら、毎月1000人からの応募がある中から採用率 1% で、そこの皆さんの助けを借りながら我々を通してリユース企業に提供できる価値というのは、これはもう足し算じゃなくて掛け算だなっていったところがありました。入り時、我々自体はそもそもの AI のモデルの設計から構築から、まあ、ちっちゃいながらにワンストップで全部やってきたんですよ。キャスターの中にそういう AI の01の開発ができること、それにまさに今取っていくんでっていうところですね。